明治24年、九州の鉄道の起点ゼロマイルが門司港に誕生した。西に佐賀、長崎、東に大分、宮崎、南に熊本、鹿児島へと伸びる扇の要である。あの時代、人々の夢や希望を乗せて文明を力強く引っ張ったのは汽車だったのかもしれない。それは、ごめん。あ、
車で撤収ありがとうございました。